ここにですね、このコップの中にチェーンが入ってます。ただし、このチェーンはですね、バラバラになってます。こんな感じで。バラバラのチェーンですね。このバラバラのチェーンを左手の中に入れます。さあ、全部入りました。そうしましたら、ぎゅうぎゅうチェーンを、左手の中のチェーンを押し込みまして、そして、開くと、手を開くと、なんと、バラバラのチェーンが、一本の、つながったチェーンに変わりました。このマジックはですね、左手にあらかじめサムチップと、つながったチェーンを、握っておきます。バラバラですね。こんな感じで、サムチップ中からです。そしてこっちはつながったチェーンですね。これを握っておきます。でサムチップの口の方は上にします。開いてる方ですね。開いてる方を上にしておきます。そしてこのコップの中に入っているバラバラのチェーン、まあ、これがバラバラであるということをちょっと示してからですね、バラバラですというふうに示してから左手のサムチップの中にこのバラバラのチェーンを入れます。入れましたらこうやって、チェーンを押し込めるというような仕草をして、サムチップを中に親指を入れてサムチップを抜きます。そうすると左手にはですね、つながったチェーンのみが残ってますので、これを引き出すと、あたかもバラバラのチェーンが一本の長いチェーンに、つながった長いチェーンに変わったと見せることができるわけです。簡単なマジックですので、ぜひ、チャレンジしてみてください。